はい、皆さんこんにちは。整体院和谷水道ケア代表の山です。今日は腰痛に対してどんなトレーニングをやったらいいかっていうのをご紹介していきたいと思います。腰痛でですね、よくあるのは下位交差性症候群っていうね、考えがあります。下位交差性症候群っていうのは、お腹とお尻、ここが筋肉が弱くなって、逆にですね、股関節の前からももの前、そして背中、腰ですね、こう斜め対角線上に強くなっちゃうんですね。使いすぎちゃうと。緊張しちゃう。このももの前、股関節の前とお尻が緊張してしまう。使いすぎて緊張してしまう。で、逆にお腹とお尻ですね、こっちの対角線上に力が弱くなってしまう。使えなくなってしまう。で、そうすると何が起きるかっていうと、前にね、怪我をするときに必ずお尻を使って足を後ろに蹴るんですね。で、これができないと、前に進むためには腰を反って前に出ないといけなくなってくるんですね。なので、腰痛になりやすかったりします。で、この問題を改善するためには、トレーニングっていうのをやっていった方がいいので、このね、お尻の後ろの大きな筋肉、大臀筋っていうところのね、トレーニングっていうのを今日はご紹介していきたいと思います。で、皆さんね、簡単なトレーニングでね、やってみてください。仰向けに向けて、膝を曲げます。で、腰幅に足を広げます。この時にですね、足の間になんかボールを挟んでもらって、内転筋に刺激を入れてもらってもいいと思います。内転筋に刺激を入れると何がいいかっていうと、骨盤底筋自体に刺激が入るので、骨盤を安定させる、横隔膜を安定させる機能が出てくるので、そういうふうにやってもらってもいいです。で、この状態でですね、お尻を上に上げていきます。で、お腹はへこますか膨らましておきます。要はへこましていきましょう。お腹は息を軽く吐いた状態で、あとは呼吸を普通にやっていきます。軽く吐いてへこました状態を維持しておく。この状態のままお尻を上げる、戻す、上げる、戻す。で、一番お尻に効く位置に足の位置、膝の角度っていうのは決めていきましょう。こんな感じでお尻のトレーニングやっていきます。で、これが楽な方っていうのは横向きやりますね。片足でやっていきましょう。こういう感じですね。お尻を上げてまっすぐする。これを上げすぎると腰に来てしまうので、上げすぎないまっすぐ、もしくは若干落ちた状態でやってみてください。そうすると腰の筋肉を過剰に使わずに済んでくるので、腰の負担が和らいでくると思います。はい。ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。